はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、まあ、本日2本目ね、まあ、何の動画上げようかなと思って、まあ、武器とね、プレイヤーレベル上げてたんですよ。で、まずこちらの M4 をね、まずレベルマックスにして、で、次ぐらいに、まあ、僕の好きなスカイエルもレベル上げつつ、他のアサルトライフルとかバトルライフル使ったり、まあ、とりあえずこのゲームの序盤おすすめ武器で、まあ、なんかこう、動画1本作れたらなと思ってたら、まさかのね、ちょっとえげつない機能発見しまして、まあ、これね、一応リリース前から海外の情報サイトで取り上げられてたんですが、いまいちちょっとね、明白にされてなかったんですよね。ただ今回製品版で初お披露目ってことで、はい、こちら、ちょっとまあ隠し機能っちゃ機能なんだけど、実はこれ、武器のレベルをマックスにすると、アタッチメントで調整っていう項目が追加されるんですよね。まあそもそもね、まだリリースされて間もないんで、まあ武器レベルマックスにしてない方も非常に多いと思うんですが、まあ一応こういう形で、まだレベルマックスになってないと、調整って項目が出ないんですよ。はい、こんな形で出ないですね。ただこちら M4 に関してはレベルマックスなので、こういった形で調整って項目が出てきますと。で、こちらですね、なんと性能を細かく自分で調整できるというか、ほぼほぼね、自分でアタッチメント作れるみたいなもんなんですよ。はいっていう。まあね、わかりやすく言うと、まあ、ロングバレルって重心長が長くなるんで、まあ、その分、命中率や射程距離など上がりますよね。まあ、代わりに長くなるし、重くなるから取り回して落ちるから、エイム速度ダウンって感じなんだけど、まあ、この場合ですね、射程距離をほら、こういった形で自分で上げれるんですよ。そしたら、まあ、エイム速度がその分落ちますよねって形になって、逆に、まあ、この最長バレルそこまでいらんなって思ったら、長さをちょっと自分でね、切り詰めてあげるんですよ。すると、射程距離がその分落ちますよっていう調整が自分でできるんですよ。はい。せーの、誰がそこまでせーって言ったっていうね。もうさすがに変態すぎるよね。で、今作って実は、なんか全武器のアタッチメントというか、その規格が合ってたら、全アタッチメント付けられるんですよ。だからほら、サイトだけでこの数なんですよね。で、もちろん、これね、M4 だけでこのレベル上げてくれじゃなくて、1個これアンロックしたら、全部共有でアンロックされるんですよ、アタッチメントって言ったら。だから、武器のレベル上げっていうのがめちゃくちゃ少ないんですよね。1個アンロックすれば全武器に適用されますよっていう。はい、神。だから、実質ね、100億通りぐらいね、カスタムできるんじゃないかなって公式言ってて、そう、だからこれが、こんだけで変わるわけですよ、性能としては。はい、こんだけで変わるわけなんですよ。やばないですか？で、もちろんバレルだけじゃなくて、まあ、こういう弾薬のところですよね。はい、これで言ったら多分、まあ、なんて言うんだろうな。弾の重さを変えてるっていうのかな？まあ、火薬の量とか増やしてるかちょっとわかんないんだけど、こういうところも変えられたりだとか、もちろんちょっと変態要素でグレポンも変えられて、しかも、これね、投射距離、投射速度っていうのかな？まあ、言ったらこうグレポンの飛ぶ速さだよね。っていうのも、ほら、こうやって変えられるんですよ。やばくないですか？変態すぎでしょっていう。で、個人的に、僕のリスナーさん、サバゲーマーさんがすごい多いと思うんで、そこで紹介したいなって思ったのが、このサイトの距離なんですよ。そう、これサイトのこのインチ、目の位置っていうのを、遠いとか、近いとか変えられるんですよ。やばくないですかっていう。じゃあ、まず遠いから見ていきましょうか。はい、ここでこのまま射撃アクセスできます。はい、だから、簡単に見えますよね。で、ここでほら、チャージングハンドルが手前見えてますが、これを近いにしてあげましょう。はい、目の位置変えますよ。はい、構え方ちょっと変えますよ。すると、ほら、チャージングハンドルも見えないですよね。これ良くないですか？これはね、リアル思考というか、普通に、全 FPS でちょっと機能として欲しいですよね。はい、これが、こんだけのサイトすべてにありまーす。やばすぎ。はい、っていう形ですね、本当に変態です。コールオブデューティーさん、ありがとう。いや、これはね、マジ1年間絶対遊べるよね。マジで飽きないですよね。はい、という形で、ちょっとこちらいろいろと見ていこうかなと思います。はい、ということで、ちょっとこちらですね、まあ、いろんなカスタムした上で、ちょっと公開マッチやっていこうかなと思います。ついでに、まあ、序盤の最強武器のカスタム構成とか、見せていこうかなと思います。はい、ということで、これからもですね、ちょっと COD 機に関する動画、ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、参りましょう。はい、ということで、こちら、調整していきました。まあ、ちょっとこれ、グレポンはね、動画用のネタなんだけど、まあ、一応これ外していただいて、サプレッサーで、こう、射程距離上げるなり、まあ、レーザー系でダッシュゴル射撃速度、もしくはこう、弾丸系で、まあ、マガジン数上げていただくっていうのが、まあ、基本的にいいのかなっていう。ただ、まあ、基本的にはこのカスタム非常に強いと思ってて、まあ、それこそベータでこれ強かったですね。この、まあ、グリップと、このバレルですね。めちゃくちゃ強かった。で、これで調整して、こういう形でね、エイム時の歩行速度上げたりだとか、で、まあ、グレポンに関しては、投射速度なんていらないんで、ダッシュ後の射撃速度を補いつつ、ダッシュ速度も上げてって形でね、ネタ武器なんだけど、あれ意外とそんなデメリットなくないっていう形のカスタム構成になってるんですよ。いや、これはね、ガンスミス 2.0 で生きてますよね。はい、早速こちらの微調整されたカスタム構成でやっていきます。さあ、では早速こちら、アルバグラ、フォートレスでキルコンファンドをやっていきたいと思います。まあ、このマップは、まあまあまあ、普通に魚マップ普通マップかなって感じですね。全然クソマップではないんで、こちらでやっていきまーす。で、ここね、航空機系があんまり刺さんないから、セントリーとかに変えちゃっていい？ちょっと。
製品版で初めてですからね。あとクラスターマインも強いけど、まあ巡航だけは置いとくか。さあ行くぞー。まあここだったらグレポン結構刺さりますね。あのイモリポジが多いんですよ。そう、定点ポジがめちゃくちゃ多くて、投げ物の投げ合い合戦みたいな起きるから、そういう時にこいつをね使っていくってことで、あーかっこいい。ちなみにこれね、あのグレポンを構えた時でも眺める動作するとまた別のね、眺める動作アクションが見れます。はい、多分ね編集付け足してると思うんですけど、こんな形ですね。ということでやっていきましょう。で初手はですね、左取るか、左取った方が強いかな。まあ右も左もねどっちも強いんだけど、僕はじゃあ左を選択しまして、一番近かったんで。でこれ左、ちょ二人おるの聞いてない。一人って相場やん、そこは。ちょっと三人は聞いてへん。これはちょっとマジミス。あ、けどラッキー裏リスした。よいしょと。これでこういう形でゴイゴイゴイって言って、ここのねポジションがめちゃくちゃ強いんですよ。ここタグもあるね。そう、ここ行ったら大体こうやって狙える。1枚よいしょ、リロードする。はい、ここも2枚目。はい、この強さ M4 ですね。まあ、最長バレルついてるんで、まあ、ブレなく持っていけるって形。ナイス。で、タグ取りに行きたいから。待ってくれ、お前それまだおるやん。おーい、あぶれ、ショックあるし。ナイス。いった、指出す。で、後ろにね、タグ2個あるから、それ拾いたいんよ。拾いたいんやけど、拾える？拾えへんよな。拾いたい。これは、右のやつ無視する。左だけ見る。で、ない。やるじゃん。タグ取りたいけど、ちょっと待って。動けへん。体力ない。スティムショット欲しいな。よいしょ。一旦こっちのリロードしておきましょう。一旦こっちリロードしておいて。いや、それいる？いるくらい？あ？マスター？右か。で、ここ強いのよ。ここの通路絶対抑えられるマン。これね、あの、実は、銃身長っていうか、この銃のバレルはね、右から見られてるんだけど。あ、やばくね？やっぱ来るよね。危ねえ。そう。そこのね、定点は銃だけ見れてるんだけど、一応壁貫通しないんですよ。そう。だからここ強い。あ、投げも来た。いやー、ほらほら。けど、完全ほら投げも投げてきて打開しようとしてきてんじゃん。けどね、弾届かないんですよ、これ。で、僕がタイミング見てこっから見れるっていう。最強。最強。ほら、こういうことができるんですよ。ここのポジ強いんですよね。けど、向こうのポジもまた強しって感じなんで、やっぱここは結構定点マップになるんですよね。顔出してきた。瞬間に抜く。グレポンじゃん。おい、逃がさへんで、それセムテックス投げる。はい、飛んだー。お疲れ様さ、タバさ。タグ取るか。タグ取りたい。タグを取りやんすー。おー、行きやんすー。あれ、ディス変わった。まあいいや、いっぱいタグ取れたからオッケー。じゃ中はちょっと MP ちゃんでゴイゴイゴイってクリアリング。はい、ゴイクリアリング。ダイブ。ジャケつけてるから大丈夫だけどね。死ぬけどね。味方大丈夫いたな。登ってくる？来ない。はい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 。じゃあもう投げ物ほらこうやって多いねんな。ここ大体いると思って後ろに来るわ。大丈夫？ここ足音消すわ。デッドサイレンスオンラインの状態でやります。あ、来るね。これ来いよ。イモるわ。来てないか。ちょっと待って、センサー前オンライン。あ、めっちゃおるやん、めっちゃおるやん。全然おるやん、全然おるわ。ナイスキル。ほら、投げ物来てる。もう、すぐ投げ物投げてくる。トロフィープリーズ、このゲーム。常にトロフィー投げさせてくれ。そこの距離、グレポンで持っていく。高さはバッチリ。けどやれなーい。けどやれない、もどかしさ。これ下から来るよ。はい、こんにちは。赤点が見えてんぞ。で、とりあえず UAV 出すじゃん。で、この UAV 出したと同時に、巡航ミサイルさんも出してあげると。さあ、赤色になってるやつは室外にいるやつですね。で、とりあえず室外にここいるから、これ抜く。よいしょー、ナイスダブルキル。なんか知らんけど2人持ってきた。これぐらいつけてるやつおったんかな。おい、投げ物また来てるぞ。いや、投げ物多いってこのゲーム。これ多分右いるよね。どっか登ってきてる。多分ほらほら裏取ってきてるんですよ。すーぐ来る。すーぐ裏に来る。いますね。はい、お疲れー。ふぅ。じゃ、セントリー使う暇があらへん。前は。ちょっと巡航溜まりそうだな。いる？まあ結構カスタムとしてはね、定点系のキル、ほー、SAE。こういう時だけ刺さるんかい。まあ、結構、キルコンだとかチーレス系のカスタム系なんで今回は。M4 はがっつりと定点系に重きを置いてるカスタム構成なんでね。だからこそのオーバーキルのサブマシンガンが輝く。言いたいね。タグを取る前にお前やる。ナイス。どうするかな。で、タグ取るじゃん。で、ここの強いところは、ここ、これ。これができるんですよ。これね、後ろからじゃ絶対見られないんですよ。ただ、ここをいることによって、次のイモリを絶対殺すマンスタイルができる。はい、ちょっと、のっそのっそ、カメよ、カメさんよ。世界のうちで、お前ほど、歩みの呪い、ものはない。音程こんなんだっけ？どうしてそんなに。味方、これ絶対放置でやろ。おい。製品版初日で放置でた。いい度胸だ。あ、やっと動き出した。よかった。
後ろいますね。そこ抜けないんだよな。あ、来るわ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 。絶対来るんで、抜きます。はい、ダブルキル。で、そのままゴイゴイゴイ。はい、ゴイゴイゴイって上がっていって、はい、ゴイ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 からの、はい、ゴイゴイゴイからの、あーははもうそのキルストずらい敵。もうすぐキルスト使ってくる。まあいいや。ちょ、セントリー2周目しちゃったな。ちょ、適当に置いとくわ。セントリーさ、刺さるところと刺さんないところ差が激しい。は？てか何で抜かれてる？あ、いたね。はい、グレポンの餌食です。お疲れ様、サタマさー。いや、こういう時はグレポン様々ですよね。巡航ミサイル使っていきましょう。巡航ミサイルオンラインで。そして、味方さん、まあ、こっちチーム負けてるんだけど。抜けるかな？あ、これいけそう、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 いけそうなんだけど。シングルか。そう、二人いけたと思ったけどな。どうしよう。あれ、びっくりした。味方これ二人ぐらい追ったよな、裏。警戒してたはずなのに。ここセントリー意外と強いのかな？まだ全然ポジション知らないからなんだけど、適当に置いとくわ。ここ置くことによって、これ抜けじゃん。左いるよね。これも抜く、抜く水、で、タグ取る、よいしょと。で、ここでしっかりとリロードかまして、無理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 、さすがにいけちゃった！はい、ここで待ちます。危ねえ。はい、いけちゃった。味方ナイスカバー。はい、UAV しっかりと出して、待って、今回当たってるそれ。いるくない？あ、上のやつに当たったんか。いや、それ、ちょっと抜けるかな、上のやつ。厳しいね。上抜けるかどうか怪しいところだ。抜けちゃったー。さあ、MP7 であそこの中開拓していきましょう。ほら、クソイモども掃除の時間だ。ほら、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 一旦クリアリングするけど。ほら、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 ほら。ナイス！タグ3つ美味しい！気持ちよすぎだろう。セントリーここ置いたら強くない？あ、飛ぶ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 。死ぬ前に頼む、セントリー！巡航ミサイル釣りに行く。あ、しかもセントリーキルしてくれた。強い。これ逆転ワンチャンあるでしょ。頼むぞ、逆転。ワンチャンあるある。ツーチャン。は、全然映ってへんや。ファック。マジファック、マジファック、マジファック、マジファックか。おー。大丈夫それ。一緒に上がる？あ、出た、オートバグ、やめて。銃声聞こえないの。キルする。で、まだ奥いるよね。死んでもいいや。死んでもいいからタグ取る。死んでもいいからタグ取る。死んでもいいからタグ取る。よし。めっちゃタグ取れた。よし、ここでセンサー前に耐えといて、この間にリロードする。で、一旦クリアリングしつつ、MP ちゃんでいけるかな。 MP ちゃん一緒に上がろう。一緒に上がろう。 MP ちゃん出来やで。よし、後ろいるで。はぁー、溶けんの早ってか、後ろ味方湧いてんのになんでさらに湧いてくんねんっていう。ははははは、居残りぜ。急ぎー。いや、マジ楽しいなぁ。マジ神ゲーだわ、このゲーム。あのね、オーバーキルが楽しいよな。その、M4 だけ単体持ってても正直楽しくないよ。イモルしかできないから、この武器は。そう。いや、その、とつれるよ、頑張ったら。ただ、負ける時が多いから、やっぱね、MP7 とか、そのサブマ持ってあげないときつい場面がすごいあるんですよ。ね？マジ？スタン投げる。食らってんね。あれ？いるわ。やる。で、奥もいるはずだけど、味方ナイス抜け。でかい。10発しかない。この、10発、テンパレットにかける。あ、すいません、味方。ナイスカバー。ただ大丈夫。こういう時こそ、グレポンがある。グレポンがある。あー、柵に当たった。お前さー、柵とかわざわざ用意してほんまに。いや、これ、巡航ミサイル。速攻出す。多分、ディスカワってるから、いけるはず。だよね、ディスカワってるよね。ディスカワってるんで、そこ持っていきたいけど、こっち。ナイスキル。ナイス反転。UV 出す。いいね、45キル。おい、ちょっとキルコンが終わってへん。終わらへん、キルコンが。終わらへんってなんぞや。そんなことあっていいんか。抜く。ダブルキルこそ。それダブルキルじゃ、うわ、足入ったんか。じゃあ、ドンマイピーポー。いるいるいる。はい、グレポン。はい？知らない？そこ強っ。まあ、逆転。今日の一本目の動画負けたね、俺。めっちゃ無双したのに負けたね。頼む。今回も勝たせてくれ。敗北。はい、っていうことでね。まあ、これぞ、コールオブデューティーですよ。いや、けどま、楽しいね。まあ、勝っても負けてもね。まあ、めっちゃ激アツ試合だから、じゃ楽しいわっていう。はい、キルカム、ありがとうございます。ゲームハイライト。まあ、一応今回結構タグも取ったし、まあ、キルストもね、ガンガン回してたんで、まあ、キルで一応4点ちょいぐらいですね。回してたんでよかったんですけど、まあ、やっぱあれですね。適材適所って言葉がすごい身についた気がしますわ。AR もそれは強いんだけど、やっぱ MP7、サブマシンがないとここきつかったよねって場面があったんでね。いやー、やっぱやっていくとこう、いろいろと学びが出てきて楽しいですよね、最初のコールオブデューティーは。はい、という形でね、今回はこちらの調整項目でした。まあ、そんなにこう違いが分かんないって方非常に多いと思いますが、ちょっとそこら辺はね、実際射撃場だとかで試してみていただいて、まあ、いろいろとね、自分なりのカスタマイズ世界一つだけの銃を、皆さんに作ってみてください。はい、ということで、これからもですね、ちょっと CODMW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知や届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。